8月6日土曜日の朝に、餌やりを一応記録しておきました。セレクトですね。朝一のセレクトを上げている、朝一番の餌やり映像ですね。もうこっちは結構やっぱりセレクトがすぐなくなるので、ほぼ全員がセレクトを口に入れて飲み込んでいるような印象ですね。手話も一応流すんですけど、結構すぐなくなるので、花台とかもちろんベラにしても全員やっぱりセレクトと手話のつぶえさは食べてくれてるようなので、安心して餌をあげれています。こちらの水槽も、とりあえずはつぶえさから始めて、まだスミレちゃんがやっぱりテトラミンとかで栄養補給するのがやっぱり主になっているので、ハタタテハゼとかアケボノハゼもテトラミンの神餌の方がまだ食べやすいようなので、こちらはつぶえさメインというよりかはテトラミンを、1日3回ぐらいに巻けて、なるべく多く流すようにしています。海藻70もヘラルドがよく食べてくれるので、こちらも一応並行して与えています。こちらも一応、倒れそうなメンバーはいてないですね。ほとんど前に出て泳いでくれています。こちらの水槽もとりあえずは問題なく、みんな過ごせています。ベニゴンベもしっかりと水面まで餌を取りに来れるようになってるし、ハクレクマノミも寄ってきているので、とりあえずこう真ん中に餌を落としておけば、餌は食べれるのかなとは思っています。ちょっとね、ブルーフェイスが隠れ気味になってるので、もうちょっとライブロック組み直して、そうですね、ちょっと印象を変えてみたいなと思っています。あとは月曜日にこの水槽の水替えですね。